真田丸船出第1話あらすじ天正10年15822月名将武田信玄林邦四郎の旧死から9年武田家は当主勝頼平武弘のもと絶体絶命の危機を迎えていた重心の裏切りをきっかけに織田信長吉田光太郎の大軍勢が領内に侵攻 所が次々にに陥陥落するる事態に陥る武田に仕える真田正幸、草刈正雄は小栗の国にある自らの居城岩槌城で織田を迎え撃つよう進言し準備のため一足先に出発する残された正行の息子信行大泉洋信繁酒井正人兄弟の元を人目を忍び勝頼が訪れ 岩びつにはいかないと告げ甲斐の岩殿城へ逃げる武田の本体と別れ父の待つ岩槌に向かうことを決断する兄弟真田丸決断第2はあらすじ信重と信行ら真田一行は甲斐の神父城を脱出し父正行の待つ城衆岩槌城へと向かうしかし そこには、野党の群れが待ち構えていた。一方、勝頼は、家臣たちの裏切りに遭い、武田家は滅亡する。徳川家康、内野聖を裏尾田方の大軍が、今、まさに鹿を失った真田家に襲いかかろうとしていた。真田家は、北条氏政、高島政信に着くか。 上杉景勝遠藤健一につくか決断を迫られる真田丸策略第3話あらすじ正行は真田家の生き残りをかけ信行に命じて上杉家に密書を送るしかしその動きを室賀正剛西村正彦の忍びが偵察していた 信繁は、地侍の娘、梅、黒木春に加勢するため、幼馴染、桐、長沢正美と共に、室賀の領民たちとの争いに巻き込まれることに。一方、高遠城に乗り込んだ徳川家康と本多正信、近藤正臣、本多忠勝、藤岡弘、らのもとに、意外な人物が現れる。真田丸。 正幸は信繁と共に織田信長との面会に向かう織田の本陣で信繁は後に生涯をかけて争うことになる徳川家康と運命的な出会いをする少しでも有利な条件で織田家臣になろうと真田家は策略を巡らせるがそこに 家康が大きく立ちはだかる一方真田の里では信行が留守を任されていたが桐や梅をも巻き込んだ一大事が起きていた真田丸旧地第五はあらすじ本能寺の変安土城下の信繁は京に向かうがその隙に。 松木村義乃を混乱した兵たちに奪われてしまう。一方、徳川家康と本多忠勝は、明智の軍勢から逃れるため、険しい伊賀山中を抜けての脱出を決断。野党の群れが次々と襲うが、その時ある人物が現れる。信州で事件を知った正行は、激しく動揺する。 再び主を失った真田家を守るため越後の上杉景勝を頼ろうとするが。